戦で姿を消してしまうのか、一日船橋。前年度優勝校、千葉県船橋市立船橋高等学校と高知県代表私立明徳義塾高等学校の対戦となる。これは13番の阿部翔平が行った、阿部翔平行った、アキーパー出てしまっている、右足のシュートはどうだ、おっと、なんとか書き出した。さあ松貝粘ったぞ、松貝のシュートはどうだ、キーパークリア、まだある、13番阿部翔平のシュート、明徳義塾また守った、足です。さあ5番の中澤そうだから、これはフリーになった、長いシュート打てるか、打てない、前後半終わって決着つかず、PK 戦にもつれ込みました。7番の本橋、祈りが通じるかどうか、一船、ああ外した、2回戦で姿を消してしまうのか、一日船橋。高知勢として15年ぶりのベスト16、そして一日船橋高校を破ることになる、どうだ、決まった、市立船橋高校ディフェンディングチャンピオン、2回戦で姿を消します。だからスタートの入り方ちょっと間違えたというかね、やっぱり15分前でね、惜しいですね。いや、明徳義塾の段原監督もですね、これは高校サッカー史上大事件だと、歴史的な事件だとコメントしてるんですね。歴史的事件、18本のシュートを放ったんですよ、相手は5本ですからね、いかに一方的に攻め。鹿児島城西対東海大菅生、前半30分、黄色と黒の縦縞、東海大菅生の佐々木、技ありシュートで2対0とリードを広げます。ところがエンドの変わった後半16分に脇坂がこの日2得点目、同点に追いつきます。そして試合時間残り6分、ゴール中央で田尻、後半だけで3点を奪った鹿児島城西、大逆転勝ちです。 PK 戦にもつれ込むことになりました。ベスト16進出は星稜高校。放送席石井さん、はい、ベンチサイドにいるんですけどね、さあこのクロス、ヘディングシュートの方が決まりました。前半の全体26分であります。先制点は日照学園、真の力もあります。さあシュート出るか、シュート打った、2点目、東北高校今野の2得点で全国初勝利、9番の川口がボールを入れました。そして中へのボール、これが川口ですよ。ファーサイド選手がいる、交錯した、入ったぞ、1対1の同点に追いつきました。さあこの斉藤が決めれば PK 戦が終わります。上里健一郎、守りきれるか、決まった、決めなければ大分高校ここで終わります。青のユニフォーム清水市立商業、その清翔のキックオフで試合が始まります。さあスルーパスが出たぞ、どうだ、シュート打ってゴール、先制、ヘッド、おっと肩が気づいた、シュートは2点目、そしてボールを送る、飛び込む、こぼれているところシュート、最後は10番の小林大吾、3点目、清水商業3点目、0対0で PK 戦に入ります。3人目、止めた、キーパー猪狩、相葉商業高校、旅沢決めました、相葉商業苦しみながら PK 戦制しました。さあ誰が蹴るか、大久保か、田上か、ゴール前には松橋、佐藤も詰めていく、ここ低いボール、そしてゴール前、シュート、先制点は国見高校。さらに後半16分、帝京第3のファールで国見に PK のチャンス、決めました。後半17分、大久保決めて2対0。さあ前線チャンスになる、ゴール前ヘディング、シュート、これを決めた、PK 戦に入りました。小井淵が蹴っていきます。ゴールキーパー山下は、おっとクロスバーに当たった、どうだ、
勝ったのは武南高校。11番の斉藤が待っていますが、9番の小山が左のクロスで斉藤高校へ見てくると決まってゴール。東野高校2点の前半の27分、斉藤高校のヘディングシュート、東野高校の2点目。東野高校が前半で2点をリードしました。立川下元の田中監督は選手の長所を見ました。これだ、美和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 決まった。先制ゴールは10番の美和、真岡高校が先制。高校が桐蔭学園を破りました。3回戦進出です。青森山田高校、今度はゴール前行った、シュート決めた。いきなり決めた、ジュニーニョ自らボールを持っていった。さあキャプテンの伊藤勝、ディフェンス2人、シュートが上がった。花井よくセーブ、しかしまだまだ攻める。7番のジュニーニョ、シュート決めて、ボールはどうだ、跳ね返っている、ここは入った、シュートボール決まった、2点目。前半の26分、シュート